よしよし。もう1時間経つんですけど。マジで。あと数分だと思います。いいお花見て。これなんだ。わかんない。じゃあ次はシナとソウ。燃えないって。なんだこれ。わかんない。なんだこれ。めっちゃ似てる。なんだこれ。わかんない。これ何かわかんないの。どうも、釣りオタクとしやです。で今回は、高須賀さんに勝った、圧勝した私が、イカ釣りについて今回は説明したいと思います。まず、竿。竿は私使ってんのが76フィートかな。の、これメバルロッドですかね。シマノだったような気がしますけど、ちょっと覚えてます。で、リールはこれ、2500番。シマノのサハラってやつを使ってます。これは P ライン、リールに巻いてるのは P ラインの確か 0.8 号か 0.6 号、ちょっと忘れましたけど、細めのやつを巻きます。で、その先には、こうやってエギとか、エギと吸ってっていうものを、ジジルアーみたいなのつけるんですけど、こういうの売ってるんで、アシストエグ、これ買うと楽ちんです。もう直接、P ラインの方にこのアシストリグをつけて、そこに、スッテとエギをつけてやる。これだけでもう仕掛けは完全です。完璧です。エギは、大きく分けて3種類、まだ他にもあるかもしれないんですけど、シャローと、ベーシックと、ディープっていうものがあって、教えてもらって初めて分かったんですけど、エギの目の色で、シャローかベーシックかディープか分かるそうです。シャローはこれ水色の目で、普通のベーシックが黒い目、ディープが赤い目で判断するようです。これ教えてもらうまで知らなかったです。実践の方なんですけど、ただ投げて、沈むの待って、で、アクションをかけて、で、また落としてホールをかけての繰り返しです。で、いつの目か釣れちゃうんで、結構簡単に子供でもやれる釣りで面白いんで、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
2頭に1匹は絶対連れっかな。2頭に1匹か1匹は連れてます。はい、はい、いや、なんか日中の方がいいみたいですけどね。はい、まだ1時間も経ってないかな。20以上は行ってるかな。